その美味しさからイカの王様とも呼ばれるアオリイカ、今出荷最盛期を迎えています。南町沿岸では10月中旬からアオリイカ漁が始まり、多い日には500キロほどが水揚げされています。磯の複雑な海流の中、豊富な魚を食べて育ったイカは大きいもので2キログラムほどに成長。地元漁師が壺網と呼ばれる仕掛けで取り、漁協に持ち込みます。手早く締めると色素が消えて透明感のある白色に。きれいに洗って箱に詰めていきます。うまそうな絵、ね、おいしそう。漁協職員の方のおすすめの食べ方はお刺身。切り身にして2日ほど置くと旨味と甘みが増すのだそう。箱詰めされたアオリイカは新鮮なうちに徳島市中央卸売市場をはじめ、大阪、岡山など各地に出荷されていきます。